というかで、今回はね、トヨタの MR2 初回特別、先月にね、これ、買ったものなんですが、こちらの車ですね。これが MR2 でして、MR2 がトヨタが1983年に、開催された第25回東京モーターショーにコンパクトなサイズのミッドシープスポーツカーを参考出品した。この商家は14年の高圧にトヨタ MR2 のアドコシと市場に導入されている。MR2 ネーミングはミッドシープダラバウト2シーター、桜餅を取って命名されている。日本はそのミッドシープカーは新の試しの言葉で若者をターゲットに開発された。ベシタイプグリーンにコンパクトにギャビオンにした MR2 は四国を抑えるノールセンターにリトラライトしていっぱい投与をしている。コクピットのスタインでもスーツムードマンでも低いと絞りに四角いメーターバイザーを取り組まれて、その両方にスイング上のスイッチを動かし、ドライバーシートの背後にカローラから自由形 1.5 リットル、3A 自由形4気筒輸送シート、1.6 リットル、4A 自由形流型で用紙、ジルパルポートを使用。レビンとインの同じ 1.6 リットルの 4A 自由形 DOC をグロス着30バス、15.2g で記録。ミッションを5速 AT、電子ステージ4速 AT、1.5 リットルボトルが 2way 4速 AT 以外です。最初はムーンルーフだったが、それに加えて快適なティーバー力も登場する。86年の末、マイナー洗浄から 4A GLU 型 DOC、流通スーパーチャージ機を記した高性能モデルを追加したんですね。で、特有機なシステムによって動力性能はネット145馬力、水中点ネーグルまで跳ね上がり、87年には、夏には 4A GLU 型エンジンの改良を行った車だったということで、昔トミカでもまあこの車発売されていたんですが、新たに、リミネット、トミカプレミアムでもまあ発売されたと。ということでこのように内装になっていまして、まあ、なかなかこれもかっこいいといえばかっこいい風に仕上がっている車で、まあ、こういうようなところっていうのがこの車の魅力でもあるし、非常に良いなというところでもありますよね。こういったのがこう出てくるとね、まあ、なかなかこう良いなっていう感じで、もうこれ先月ね発売されたので、もう今ないと思うんですが、まあ、なかなかこれはいい車だなっていうところで、これを、まあ、最近昔あったトミカがね、どんどんプレミアム化されてるんですよね。だから昔あったんだけど、今絶版になってしまった。その中で名車っていうのがいくつかあったりするから、まあ、それが、そのトミカ、もう一度それをなんかプレミアムの技術を使って、作ってくれないかっていうことで、要するに多分もう15歳指定だから多分、なんていうの、昔をほら、トミカから遊んでた人たちがもう二十歳超えたりもう30代40代になって、奥さんがいたり家庭を作る年になったから、まあそれでほらかつてトミカで世話になって遊んでいたから、まあそれで実車を買ったって人もいると思うんですね。ですからまあそういったような影響で、じゃあトミカプレミアム、大人向けのトミカプレミアムとして出されたんだれば、まあ最初はトミカに採用されてない車種だったんだけども、まあそのうちトミカに昔採用されていたものをプレミアムの技術で使って採用しました。まあ私個人的にそういうのはあんまりちょっとしてほしくはないんだけども、まあファンの方にとってみればまあそれでもいいんじゃないかなというような代物ですね。なのでなかなかこれもこれでそういうところの良さというか、があって、非常に作り込みもよくできてるし、この後ろのね、ティーバールっていうのかな、当時サンルーフが流行りまして、ね、で、この車、この MR2 なんで、後ろにエンジンがついてる。だから、猛スピードでこれビエーってこう、ドリフトすると、操作が難しいので、簡単にこう、ケツがビエーっとこう滑るんですね。ですからもう、そういう状況下なので、こう、運転するのが難しいんですよ、この手の車。でもそれでもまあ当時としては売れてたんですね。ただ後ろにエンジンがついてるから、じゃあ前は何があるかっていうと、前はこれエンジンがここじゃないからトランクになってるんですよね。だからトランクのスペースがでかいっていう、ね、まあかえってその方が何て言うのかな、こう荷物もたくさん積めるからいいかなと思うんですね。まあそのうちミッドシップの車もその前も後ろも荷物が積めるようになったっていうのも改良されて出てくるようになったりしましたけどね。だからまあこの当時はこういう、今からするとこう古いデザインっていうふうにね、まあ例えば押久さんとしては古いデザインだって言ったんだけど、まあ古い人が考えたなんてすごく失礼なこと言ってたけどね、古い人が考えたんじゃないんですよ。そこを間違ってるんですね。それはなぜかって言ったら、押久さんあたりが
ね、今動画を撮って、勝手にミニカーの動画撮ってるけども、撮ってそれで、あ、古い人がデザインしたんですね、なんて言うけど。ところが、これは古い人がデザインをしたのではなくて、要するに当時としてはこれは最先端だったんですよ。じゃあ、おしこさんはあなたは悪いけど、デザイナーとしてそういう何かデザインを手掛けたことあるんですか？そういう苦労をしたことがあるんですか？って言ったら全くないわけでしょ。だから全くそういう経験が未経験か、あるいはそういうことも、勉強もしたこともないような人が、あんなことを言うっていうのは、残念だと私は思いますよ。うん。それはなんで古いデザインっていうふうに言うかっていうと、それはその人がだいぶ年月が経って MR2 が次の新型が出たりとか、MRS とかね、まあ MRS も製造中止になりましたけど、そういう車が出たんで、それと見比べちゃってるわけ、ね。でも当時の84年という当時の時代を考えれば、これは新鮮な時代でした。当時のデザインってのはそのカクカクしてました。ボディがね。非常にこう角張ってたんです。だからある意味こう丸その全体的にそんな丸くなってなかったんですね。だからそのことを残念ながらロシコさんというのは知らないんですよね。で知らないのにそうやって そういう先輩たちが築き上げてきたものにケチをつけるっていうのは、これはやっちゃいけません。うん、ですからそれは先輩があるからこそ今の車っていうのがあるわけですから。じゃあそういう車が出る、この車が出ることがなかったら、後にもっとかっこよくなって、今の2とか今の1とか、そういった車ってのは、見なくなりますからね。というか、存在がしなくなりますからね。この車が売れたおかげで、ヒットしたから次のやつを作ろうという話になったって。その開発をしたりするのは非常に苦労してた。ましては、後ろにエンジンが積んでるわけだから、風の抵抗を受けやすいでしょ。それでいて、こう、どうやったら、ね、かっこいいデザインを作ってたか。だから、ああいうおしことか多分知らないにもほどがあると思うんだけど、あの人は多分セダンの良さとか、もうスポーツカーの良さとかっていうのが分かってない人ですよ。うん、車が好きだって言われては言ってるような素振りは見せるけど、実際車のことに関してはほぼ知らない。有名な車種のことしか知らないから、結局、例えばエンジンがどうだこうだとか、でまあエンジンにものすごい詳しくなくても、この車はこういうところに人気があったんだとか、そういう車の人たちの、そのね、開発者の人たちの思いがあって作られたとか、そういった、なんていうのかな、魂を込めて作り上げた人に対して敬意を払ってないから、そういう人は、そんな惜しくなんてあんな動画撮る資格ないんですよ、ね、そうするとね。うん、だからもう、ダメだなって思う。ああいうような人が結局多いんですね、今のミニカー好きの人っていうのはね。それが本当に個人的には残念だなと思います。やはりその、なんていうのかな。例えばミニカーが持ってるっていうと、他の人が100台持ってると、うちはどうせ80台持ってるよとか、200台持ってるよとかですね。自慢もしてくるわけですよ。そんな自慢の小競り合いが何の、何なんですか。ね、100台持ってるのはすごいな、200台持ってるのがすごいな。お互いがすごいねっていうふうに認め合うってことが大事なんで、それを、なんかお互いどっちかをやっつけてあるみたいな感じで、その、小競り合いしたって何の意味もないんですよね。だからそういうことを、セブンだとか、そのセブンと仲間とか、そういったことをね、やってるっていうのは、未だに情けないと思うの。うん。ミニカーの数っていうのは、多かれが少なかれ別にいいんですよ、それは。その人が多かれが多かろうが少なかろうが、そんなところで数を競い合ったところで何もならないから。うん。だって結局はみんな同じものを持ってるっていうことにもなりますからね。だって同じものを販売してるわけですから。誰かが手に入れたとすれば、誰かが欲しいから誰かがまた同じものをどこから買って手に入れているということになりますからね。その要するにその手に入れたミニカーの数が多いか少ないかの違いですから。うん、生産された台数がね。だから製造された台数が少なければ、それをミニカーを持ってるってなれば、珍しいなってなるけども、それがものすごい大量に生産されたれば、それはよく手に入るやつだねってなる。でもよく手に入るやつだねというやつだって、結局長い年月が経ってしまえば、製造中止から1年、2年、10年、20年経てば、ほとんどのものがなくなってしまうわけですから、まあ、そういったところを考える。だから、ある意味、台数で競い合うとか、そういったものよりも、質感を良くしてください、本当にね。うん。お互いがそういうものを持ってるんだったら、いいですね、つって。
実はいいですねって言っても、実は一番同じものを持ってるんですよって。多分これとこれとこういうところがいいよねってお互いにその褒め合うというのかな。うん。まあ褒めパトじゃないけども。そういったようなところがいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。というわけで、まあどうもありがとうございました。